はーい、メリークリスマスイブこんにちは、レイコです。クリスマスイブですね、イベントやっていきましょう。何気に楽しみにしてました。おー <laughs> びっくりした。なんかね、事前情報としては、このトナカイみたいなのが来るってことしか知らなかったんだけど、めちゃくちゃ目決まってるね。目 <laughs> ギンギンになってんじゃん。こんにちは、ちょっと怖いな。 目ガンガンに開いてるね。メリークリスマスあ、ジングルって名前なんだ。ジングルベルのジングルね。僕は黒花のトナカイ、ジングルだよ。あー、赤花じゃないのか。普通の、普通のトナカイだね。クリスマスってさ、一年中で一番ワクワクするよね。あー、そうだね。うん。ごめん、私、正直年末とかの空気感の方が好きなんだけど、クリスマスも好きだよ。そんなエクサイティングなこの日に、僕は大事な役割を仰せ使ってこの島にやってきたんだ。 ボカーっていうタイプか。<laughs> なんと、良い子のみんなにプレゼントをお届けするよう、サンタさんから頼まれてるのさ。結構ネタバレだね。ところが困ったことに、プレゼントを持ってきたのはいいんだけど、肝心のラッピングペーパーを忘れてきちゃってさ。あ、なるほど。現物で持ってきたってことか。今から取りに戻るわけにもいかないし、どうしたものかな。あ、ラッピングしてみんなに渡す的なやつかな。もしかして君、DIY が得意だったりしない ラッピングペーパーの作り方は知ってんだけど、僕は手先が9じゃなくてね。まあ言うてラッピングとかってそれなりにネットで調べたりしないと無理だよね。<laughs> うまくできないよね。レシピ教えるから作ってきてくれないかな。あ、ラッピングペーパーって作るものなんだ。えー、なんかその、たぬき商店で買ってくるのかと思った。3つあれば十分だよ。よろしく頼むね。はあなるほど。クリスマスなラッピングペーパー。 ええ、くれるんだ、これ。あ、モンザが、モンゃが帽子かぶってるかわいいちょっと待って。かわいい。ちょ、後で話しかけよう。あー、そうなんだ。これが作れるんだ。いいね。赤オナ、金オナ、青オナ。はーい、どんどんポカスカ、どんどんポカスカ。はい。はい、バンポバンポパン、バンパンポン。ヤホジングル、持ってきたよ。<laughs> なんか、ジングルさ、ちょっとムーミンに似てるよね。 <laughs> でもなんかその口がちょっと斜めにある感じ。なんかちょっと不気味な感じがする <laughs>。なんかさ、ジングルちょっとムーミンに似てるよね。おや、早速作ってきてくれたんだね。いただいちゃってもいいかいダメって言ったらどうなんのダメそうか。僕は残念だな <laughs>。気まず。いいよ。ごめんね。ごめんね。なんか気まずい空気にしちゃって。ありがとう。助かったよ。 クリスマスな壁掛けソックスをお礼にあげるね。あ、くれるんだ。今夜お家に飾っておくといいことがあるかもね。ああ、なるほど。こういうイベント示さね。 君はこの島の人気者だって聞いたから、そんな君を見込んでもう一つお願いがあるんだけど。まあそうだね。こんななりしてるけど、実は人気者なんだよね。僕の代わりに島のみんなにプレゼントを配ってくれないかな <laughs> マジでそれなんか、君の仕事なくなるけどいいのそれ。君ただこの島に来て、プレゼント持ってきただけの人になっちゃうよこの。もちろんお礼として特別なプレゼントも用意してるからさ。まあ君が輸入業者で私が実際の配達員みたいな感じね。いいよ別にそれで。 分担しましょう。というわけで、これを受け取っておくれ。おう、ほう、ほう。おおーあ、こういうのくれるんだ。いいね。プレゼント袋。島のみんな絵の,のプレゼントが詰まった魔法の袋なのさ。え、かわいいね。これ普段からつけときたいね。ただ夜、夜が開けると魔法が溶けて消えちゃうから、くれぐれも気をつけてね。あー、じゃあこれもらえないんだ。この袋の装備かわいいよね。中にプレゼントが入ってるから、島のみんなに配ってほしいのさ。わかった。 ああ、なるほどね。<laughs> 大丈夫なんか、プレゼント配ってねっていうのを今、ペシミチに聞かれてた気がするんだけど、大丈夫かなこういうのって内緒でやった方がいいんじゃないのまあ、言うて暗黙の了解みたいな感じかないいよ。え、なんか、糞転がしみたいなのが勝手に雪玉転がしてんだけど、え初めて見た。何今のふん転がしえ、初めて見た。 <笑><笑>じゃあなんかペシミチがすごい欲しそうな顔してるからあげてみようか。ペシミチ、ヤホー。プレゼントあげるよ。その袋重たそうだね。一体何が入ってるの逆に。<laughs> めちゃくちゃ、めちゃくちゃ欲しそうにしてるね。メリークリスマスーメリークリスマスですーえへへ、メリークリスマースかわいい。これなにえ、サンタさんからのプレゼント <laughs> そ、そうだよ。 わーい、待ってましたー。ましし、届けてくれてありがとうねー、逆に。喜んでくれるかなあれあ、中身見れないの中教えてくれないのあ、かわいいなになんか想像してるハリマオがなんか想像してるかわいい <laughs> やらしいこと考えてるな、あれは。<laughs> お前の夢でもた、詰まってんのか、助けて。メリークリスマスーどうぞ。<laughs> めっちゃ驚いてる。 ううしいぞ。いい子にしててよかった。届けてくれてありがとうな。助けて。てるてる、かわいい。はりまそのウエスタンの服すごい似合ってんだよね。ライバルだったのか、私。お礼にオイらからも差し入れさせてくれ。あ、なんかくれた。ありがとう。じゃあ、お返しでもらったプレゼント、後でまとめてみてみようか。ほい、どうぞ。なんか、ラッピングと同じ色してるね、かんゆーちゃん。いいよ、いいよ。お返し、くれず。はい、プレゼント。どうぞ。 トムソンもね、こんなクールだけど、実は楽しみにしてるから、一番。君はミハ原ップのクリスマスを盛り上げるために頑張ってくれているんだね。そうだよ。あー、お返しくれず。そっか、これ、好感度とか関係してくんのかなてか、思ったんだけどさ、雪だるまにプレゼントあげることとかってできるのかなちょっと作ってみようか。雪だるま作るときさ、こうやって真ん中に何かしらの障害物を置いて、 なんかその周りを回るようにして作るとなんかうまくいくんだよね。ほら、なんかね、こう目印がね、できるからやりやすくなるんだよね。ほら。このぐらいかなおいいんじゃないこのバランス。きたきたきただすー威勢 <laughs> がいいね。この色、このツヤ、このサイズ。まさに文句なしのパーフェクト 結構ノリがいいね、雪だるま。好きだな。君は本当に偉いもう一回言うだす君は本当に偉い偉いとか言うけど、私、海の親だからね、何回も言うけど。氷のステッキ、ありがとう。あ、あげられないか。そりゃそうだよね。怖っ。<laughs> あ、いいね、いい写真撮れた。やあ、順調に進んでるかいちょっと一休み。そっか、お疲れ様。夜明けまでには終わるように頑張ってね。<laughs> <laughs> 結構なブラック条件ですけど。メリークリスマースなんかお返しくれないかなナイスアシスト助けて。あーやべえ、お返しくれない。メリークリスマースメリークリスマスもうクリスマスにジャックと部屋で二人きり。つまりそういうことだよね。そうだよ。わざわざありがとう、ドスコイ。あーお返しくれずか。 いや、しかし、クリスマスとは思えないほど静かだね、この部屋は。<laughs> なんか、もうちょっとね、ねうん。まあ、でも部屋、部屋がこういうテイストだから仕方ないのか。キャンディーちゃーんかわいい <laughs> こっち向いて座るのめっちゃかわいいね。でも、まだ、まだかぼちゃ飾ってあるっていう <laughs>。季節感 <laughs> 季節感えーかわいいキャンディー。こんにちは。まししどうしたんですか ちょっと降りますね。助けて。<laughs> 可愛い降りてくれんのめっちゃ可愛いな。その袋重そうですけどもしかして、助けて。<laughs> プレゼントだよ。かわいい、キャンディーちゃん。チェックの服長似合う。え、本当にサンタさんからのプレゼントなんですかい,いえい,いえ、とんでもないです。もうキャンディーちゃんにはすっごいプリプリの可愛いいワンピースとかあげたいよね。あ、お礼くれるのね。あ、待って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 。 ちょうだいちょうだい。ありがとう、キャンディー。あーかわいいかわいいお。一瞬サンタの格好してんのかと思ったら、コックさんか。アメちゃん持ってるよ。超かわいいな、お前。あ、逃げないで。海苔巻きかわいい。わ、かわいい。<laughs> その袋の中に何が入ってるんだまさか汗だくのウェアとかじゃないだろうな。好き好き。 毎日好き好きって言ってくれるの、のり巻き。メリークリスマスーどうぞ。のり巻きで最後かななんだよ、急に。サン,サンタさんの手伝いをしてるってマジでこれサンタさんからのプレゼント可愛 <laughs> かわいい。サンタさんの手伝いが終わったら、プレゼントの交換しような。好き好き。え、やば、もう、彼氏じゃん、完全に。え、好きなんだけど。あ、待って、待って、これは、シャッターチャンス。 最大、今年最大のシャッターチャンスかもしれん。ねえ、乗り巻き、のり巻き、のり巻き。ああねえ、ちょっとなんで降りんのよの、まあ、り巻きさ、めちゃくちゃ逃げるんだけど、写真撮ろうとすると。ねえ。もう完全片思いだわ。はい、で、これで多分全員に渡し終えたかなじゃあジングルのとこ行くか。終わったよ。どれどれやや すごいや、袋が空っぽじゃないか。そうだよ。君に任せてよかった。島中に幸せそうな空気が満ち溢れているのを感じるよ。言 <laughs> い,いようだろ。物は言い,いようだよな。それじゃ、プレゼント袋は回収させてもらうね。えー、あ、欲しいんだけどこれ。えー、欲しい。プレゼント袋が一番欲しい、私。俺はちゃんと用意してあるよ。お、くれるのね、なんか。うん。素敵なレシピ。ありがとう。ハッピーアイテム。クリスマスのソリも受け取っておくれ。あ、 ソリーくれるんだ。また来年のクリスマスイブに君と会えるといいな。じゃ <laughs> ちょっと気まずい空間。じゃあ先に普通にあげた時にお返しくれた子たちのプレゼントを開けてみようか。ハリマオのプレゼント。ドールハウス。あ、なるほどね。これタヌキチ商店に売ってたやつと一緒だな。あ、一緒かな。色違いかな。クリスマスのおもちゃくれるんだ。お、恐竜のおもちゃ。 あ、店で売ってるのと色が違う。嬉しいね、これは。アネッサ仕掛け絵本。えー、え。そんなんあるんだ。ええー、こんなんあるなんて知らなかったな。あ、すごい、かわいい。プレゼントの山。おー、いろいろ覚えたね。かわいい。しばらくみんなとプレゼント交換したら、こんなに <laughs>、こんなにいっぱいいろいろもらったんだけど。結構豪華だよね。 なんか、たぬきち商店で買えるのと色違いくれたりとかね。あと、これ、これすごくないこのクリスマスのソリ。これジングルからもらったんだけど、すごい豪華だよね、これ。ちょっと感動しちゃった。せっかくさ、こういう素敵なのもらったから、このたぬきち商店のこのあたりこのあたりちょっとクリスマスっぽくして終わろうかなうん。じゃあ、ユリとかも夏のお花だから、全部ね、根こそぎ取っちゃいましょうか。 どうしようかな床はやっぱこの辺レンガにしようかなできたーできたできたーはい。もう正直動画出すには遅すぎると思うけど、たぬきじ商店周りをね、クリスマス仕様にしました。どうめっちゃちっちゃいエリアだけど。なんかね、クリスマスの時期の、なんかウィンドウショッピングみたいな感じにしたかったの。<laughs> この辺とか結構、ウィンドウっぽいでしょ いや、このキュートなフロアランプとかさ、私、好み的に一生使わないと思ってたんだけど、意外とね、クリスマスに使えるってことが分かりましたね。あと、この雪だるま。この雪だるまさ、あの、リメイクして、この黄色い帽子になったんだけど、顔がちょっとなんか強そうな感じで可愛いよね。こっちはまあ、なんていうか、普通にお店っぽくしました。いや、もっと贅沢言うと、この辺レンガの階段にしてもよかったけど、ちょっとお金がね、うん。 今年もサンタさん来るといいね。おい、メリークリスマスー。メリクリ、メリクリー。ありがとうございました。